新年明けましておめでとうございます。明けました2022年。地域練習してた、あの傘申し読めよ。そんなお正月芸用意してないから。やってない。明けましておめでとうございます。本年も世間者及び世間者すとことこい TV、はい、よろしくお願いいたします。本当にね、あともうちょっとで1万人ですからね。とかね、前回の動画でも言ったけど YouTube もちゃんと活動するっていうことですから、はい、やっていこうかなと思いまして。三が日、今日撮影してるのが1月3日三が日、今日で終わりということです。芸人の三が日はどんな三が日なのかという、確かに気になる人もいらっしゃるかなと思います。あれ、世間知らずの今年の三が日の予定をね、振り返ってみよう、何ですか。不思議。あれ、これ画面越しで見てると、はい、私より100歩ぐらい前にいる。なんで？顔でかすぎない？もともとだよ。首が痩せちゃってね、僕は。今年もリズム悪そう。三が日、ね、まあ、基本ね、世の中一般の人三が日なんてお仕事も休み、学校休みでね、お家でゆっくり過ごしたりするし、ましてこの時期ですから、コロナとかであれなんですけど、我々の三が日もようやく、何ですか。私が喋る間を与えない。ちょっとライブ後に撮影してるんでかかっちゃって間がなくて入れなかった。コロナ前までは毎年やっぱ劇場でカウントダウンしてたんで、芸人は、ね、そのまま初詣行ったり朝までみたいな、でその後朝からそのまま死んでたライブみたいな、結構多かったんですけど、時代は変わって、ね、今年は久々に、だからまず1日から世間知らずの11月24日になって、まずカウントダウン前、うん、大晦日は神保町でライブしてたじゃん。そのまま9時半にライブ終わって移動して、あの吹っ飛んだの、日テレのね、そう、吹っ飛んだの裏生配信 TikTok でみたいな、うん、こっちで、まあ、あのトレンディーさんが MC してくださって、うん、それに出てましたね。それで年を越しました ね、 ね、ありがとう。なんか初めてじゃん。そう、初めてだったの。今までは劇場もしくは去年とか家とかで年越しだったけど、ね、うん、初めて一応テレビ局でお仕事過ごしましたね。嬉しかった。でもやっぱりそこの局行ったら、うん、やっぱりあの空気さんとかいたね、オズさん、オズワルドさんとか、うん、曲が一緒だから、まあ、ケセピアニストとかね、うん、来て、なんか芸人いっぱいいたからすごい嬉しかった。なんか そうね、そういうの久々だったから、うん、年越しでね、あの芸人と一緒に過ごすなんてことがあんまりなかったですから、ね、で年越し一発目のお笑いが大喜利だったから、吹っ飛んだ、だからそう、めちゃくちゃでもありがたかったよね。西田さん頑張ってましたね、大喜利ちゃんと。本当にね、あの布団が吹っ飛んでました、あなたも。はい、私は裏優勝みたいにしてましたね、多分。裏優勝というのは、あのちゃんとあのレベルを下げる作業、大喜利の。でも本当に戻ってからみんなが、その ありがとうね、新規のおかげでだいぶやりやすくなったと言ってました。はい、俺後輩の天才ピアニストの子に感謝だね、でも。ありがとうございました。そうだね。でもでその後それ吹っ飛んだが朝の5時までやったんだよね。そうそう、そのまま朝の5時までやって、うん、でちょっとまあその後ちょっと3時4時間ぐらい空いて、朝の10時入りで、あの本社、吉本本社で、あの吉本の公式 YouTube でぶっ通し7時間配信、生配信みたいなのやられて、しずるさんと、徳井さん、うん、平成の息子さんとかで MC で、でそこでネタもやらせてもらって、なんか本当お正月だったよね。あの普段のライブみたいにお客さんとかがいるわけじゃなくて、こちらがこっちが舞台だとしたら、そっちの客席のところに上の先輩たちがいて、後ろに社員さんがいるみたいな、で舞台上でネタ披露。あんまりあんな経験ないよね、まあ、ネタ見せとかでもさ、ないじゃん、あえて芸人だけに見られることって。コロナ入って客席芸人でネタやることあったけど、久々にあんな先輩だらけの環境でやることなかったから、うん、そうそう、だから直前になってネタ変えたもんね。うちら2ブロック出てて、1ブロック目はもう決まったネタを、うん、SDGs についてのネタをやらなきゃいけなくて、よくやれたの俺、ね、よくやったんだよね。でそれやって、で2本目の方はただのもう普通に1分ネタ何でもいいって言われてた、うん、特技でも何でもいいって言われたからね。だからあの私たちお決まりで、あの本当はね普通に漫才やろうとしてたんですけど、もう急遽、これは先輩方見てるし、うん、もう正月っていうのもありますしということで、ギャンガチアンの方やりました。なんでだよ、なんでだよお前。受けたな。まあ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 、笑って、優しいからね、基本先輩方は何でも笑ってくれるからね、ありがたかった。すごかった、あれ7時間ってトレンド入ってたよ、ツイッターの。入ってたね、関東西でやってるから。シャッフルネタとかもやってたもんね、それこそそこでね。あ、すごいね。もうでその後はそのまま、ありがたいことに先輩方に呼んでいただいて、サンシャインさんの寄せとネルソンズさんの寄せを、サンシャインさんの寄せの方には真空ジェシカさんがいたりとかね、ファイヤーサンダーさんとかもいたね。ネルソンズさんの方はもうオール吉本だったね。オール吉本だね。そしてネルソンズ寄せの方では、その大晦日に BS 富士で冗談ナイトという番組に出させてもらって、はい、それが優勝しまして、我々ネルソンズさんともユニットコントでね、俺が喋っ、なんかさ、やっぱ
今年の目標はこれにしない？かぶんないようにしない？ちょっと待って、一回止めて。それについて私も戻りたいことある。じゃあ、だって喋ってて補足しないといけないことある。いや、わかるけど。じゃあ、だとしたら、私にその喋る間を与えてほしい。お前、一個も与えないで。わかるけど、俺喋ってる時。オッケーオッケー。新年早々やっちゃうか。あ、来いよ。じゃあね、これでやってやる。いつも僕ね、注意されてんだよ、我々は。で、俺が喋りきってから補足の方がいい。じゃあ、わかった。今から気をつける。ごめん。はい、申し訳なかった。これお互い悪かった。私が悪かった。ネルソンズ予選の方では、シャイニングコンボ戻すと、BS の富士でジョーダンナイトという番組でユニットコントをネルソンズさんとやらせてもらったんですよ。でなんと我々とネルソンズさんがそのジョーワングランプリというのに年間優勝させてもらったんですよ。すごくないですか。でもよく考えたらさ、年越しでやってたんですよ。それが、11時半から年またいでジョーダン BS 富士ですごい。だから俺ら僕はあれだよね、放送収録の時に明けましておめでとうございます言わせてもらって、それで年明けたっていう収録だったんで、初めてだよね。そういえばそういうのって、明けましておめでとうございますってテレビで言うのって初めてじゃない。確かに。その吹っ飛んだの方はさ、一応 TikTok の生配信だったからテレビ、まあ、ちょっと中継とかで映ったりしたんですけど、だからなんか嬉しかったね。ああいうの、あ、本当に事前に収録で言うんだとか思って。確かにね、嬉しかった。 TVer でも見れるんで、あ、よかった、もん、ぜひ見てください。僕らとネルソンさんとんでもないユニットコントできまして、感想送ってください。ちょっと結構激しめのネタなんで、うん、唯一無二のネタだと思うんで、ぜひとも見てください。でそれで終わって次で、それで1日目終わりでもね、うん、で帰りましたよね。1日は2日目は神保町吉本漫才劇場サンステ予選ね。予選出させていただいて、知ってる？トレンドに入ってたんだよ。初マックっていうトレンド。多分わかんないけど、俺の予想だとお店どこもやってないから、マック行く人がめちゃくちゃ多いのよ。で、それこそうちらもそうだったんだよね。そう。飯屋やってないからマック行こうっていう人が多分多いから、それで、ま、初マックツイート多くてトレンド入ってたの。あ、やっぱそうなの。だって、私たちもその、サンステあったから後輩たちいっぱいいるし、で、腹減ったから飯行こうかって後輩と行こうとしたら、全部閉まってんの、やっぱり。そりゃそうか。私、お蕎麦食べたかったのよ、すごい。年越しそばとか食べてなかったからさ、食べたくてお蕎麦屋さん行ったら開いてないってか全部開いてない。でマック行った、マックしてテイクアウトして帰ってきたらもう楽屋のみんなマック食べてたもんね。みんな食べてた、みんなそうなんだと思って。寄席が3公演あったか。で夕方までやってて、終わりで初詣行けたんだよね、やっとそこで。靖国神社に行こうとしたんですけど、うん、とんでもない人だった。そうそう、すごい並ん、参拝の列がもうすごかったからやめよう。17時の段階ですごい列だね。まあ2日だからそりゃそうなるか、うん、で久我山の稲荷神社行ったんだよね、うん、同期とみんなで行った。でもああいうところでお参りした方がなんか良さげな気もするよね。それ人一人もいなかったもんね、あそこ。あのパワースポットってあんまパワーもらえないって知ってた？なんで？みんな来ちゃう。みんな来ちゃうから。ああ。そういう怨念が強すぎて逆に危ないっていう説もあるから。でもおみくじ引きたかったのよ。とあとお守りも買いたかったの私。絶対やだおみくじとか。もう時間的にやってなくてさ、そこが。おみくじなんて引きたいと思う。思う。俺それに左右されるから絶対。だってもしダメなの引いたって、例えば大凶とか引いちゃうとするでしょ。結べばいいじゃん。なんでいいの？結んだら大丈夫なんで。なんで大丈夫？わかんないよ。ね？ TikTok に書いてあった。あんま信じるな、そういう情報。で、2日目はそれで終わりだよね。2日目？そう。で、その後みんなでさ、まぁ、ちょっと軽くご飯食べたぐらい。お正月の番組、この2日間でちゃんと見てる？一個もちゃんと見れてないんだから。一個も、箱根駅伝は、ね、見てないな。何やってんの、お前。あんな学生が一生懸命さ、新年に走ってるところを。走ってこい、お前。大江町を。変だろ。で、今日は夕方から1本ライブがあっただけですね。カフェもでもどこもやってないね。そう、今日だからネタ合わせしようっつって早めに集まったんだけど、カフェが全然空いてないからさ、やってないね本当に、うん、でね、私何が喋りたかったってあれよ、まあ三が日はそんな感じだったんですよ、うん、大晦日がシャッフルネタがあったんですよ、うんうん、でシャッフルネタ、踊るキネマの南っていう天才肌の後輩と、あとブラゴーリ、あの面白そうにも出てる、あ、そうね、ブラゴーリの塚田、今年も塚田の子ね、うん、3人でトリオでシャッフルネタやって、椎木は令和ロマンの煙ツッコミの方と後輩のねやったんですよ、ね、どうだったんです、私のネタ合わせは最初に言うと、もう本当に鬼気まずかったのね。で私みんな知ってると思うけど、その人見知りじゃん、スーパーコミュ障じゃん私って。すごい3人でやりたかったの。私まだ塚ちゃんだったら結構喋れるのよ、一気下だし昔から知ってるし、ずっと一緒にユニットやってたし喋れるから、3人でネタ合わせしようって言って、3人のスケジュールが全然合わなかったの、 LINE で。だからもうリモートにしようって言ったのじゃ私、うん、したら南が、あ、僕リモートだとかかり癖あるんで無理です。なんなんかかり癖、うんってなったの一瞬。まあでもしょうがない、それ言ってるからよく納得できたの。行かなきゃってなって、結局私と南だけになっちゃったのね、うん、
から、その本当に気まずくなっちゃって、そのカフェ、あのボケとかでさ、よくさ、気まずとか言うじゃん、じゃなくて、その気まずっていうのも言えないぐらいの、本当にマジで気まずいやつ。ああ、ガチね。で、私、なんか100回ぐらい言ったら、そのネタ合わせ中に、CQ 呼んでいいって、で頼むから CQ 呼ばしてくれと。で、まあ、1回やって、で、2回目、もうさやっと3人で合わせる、前日ぐらいよ、それも、そのライブの。で、合わせた時も、なんか気まずくなっちゃって、使っちゃいいのに気まずくなっちゃって、なんか周りの人からこう呼んでいてくれと、ここにってやって、で当日なって、ちょっと合間がすごかったよね、入り時間からその出番まで合間がすごくて、か3人でネタ合わせしたいですって言われたの、もう1回で、あ多分私これまた気まずくなっちゃうと思って、シーキー誘ってカフェ行ったの。ああ、そういうことね。であれシーキーだからすっごい円滑に回ったのよ。だからでそのネタシャッフルネタですごい受けたんですよ、うん、結果的にね、もう南がネタ書いてきてくれて、本当にありがたかったんだけど、それのおかげなんだけど、あれって多分すごい受けたのって、シーキーのおかげだと思うの、私。シーキーがその直、そだってそれまでずっと気まずかったんだよ。3人でネタ合わせしても1回も受けたんだけど、シーキーが入ってくるって、ダンダスタケン、ダスタンダケン、サンダサンダ。これどういう話？いやいや、だから、その、シーキーの凄さを語りたかったんですよ、ここで。で、シーキーはシーキーでどうだったのかなって思ったら、聞いてないから、これ興味あるあるよ。なかなかとさ。絶対あるって。だってこの YouTube 登録してる人、絶対人望じゃもう一発見せちゃう。はい。パンツ見せちゃう。あー、新年だからってやりすぎ。パンツ見せちゃう、もういい。まあ楽しかった。シーキーどうだったのかなって思ったの。いや、僕は楽しかったですよ、そういう後輩とやるのは。だから初めてシーキー以外の人とやっちゃったから、ネタを。だってあの期間あなたはすごいニキビできてたもん。健康的に。そう、シーキーともう何 ?5 年ぐらいやってるでしょ、多分。4、5年やってて。初めてだったから、本当にあのシーキーってやりやすいんだなって思った。だから NG にすれば、今度からシャッフルネタ。うん、もうだから決めたいです。絶対に NG にするって。これまださ、後輩だからよかったけど、仮に先輩だったらとんでもないことになる。いや、先輩だったら逆に大丈夫だ。そう、あ、ついていけばいいしね。引っ張らないといけないし。いいんだけど、一番上っていうのもあって、すごい嫌だったの。もう本当に申し訳ないってずっと思ってた。ね、で、だからそのずっとネタ合わせ中とも、申し訳ない。なんか私なんかこんなだからって言ったら、自己肯定感低すぎるわってめっちゃ言われて。今ね。いやーあー、今年も頑張るぞイエーイ。いやー、じゃねえよ、お前。どういう落とし方で困ったら、滑ったらこれ。困りすぎだろ、お前。今年はなんか芸人っぽい三が日だったね、久々に、うん。うん、ライブだけじゃなくて。そうだね。配信とか曲に行ってね。来年こそ、あの、引っ張れとか出たくないですか。確かにね、今年1年が、ね、ほんと勝負だと思ってるんで。寝てねえよーとか言いたい。あんまそんな言う人もいないけど、お前ら今日俺寝てねえんだよとかって痛い、今まで痛い痛いの、うん、で今年はね、いろいろキャラコントとかやりたいですし、まあこれが上がる頃には週末にはあのグランプリバトルライブがあるんで、ちょっと我々も応援していただきたいなと思います。お餅は何個食べました三が日？まだね2個しか食べてない。あら、お雑煮の。ちょっとスロースペースですね、今日は。はい、今年はちょっと急がないとやばいですね、そもそも。あと何個ぐらいは？あと80個は行きたいし、ね。行きますねー。沼って最高ー。確かに、そんな振りになっちゃったね、うん。いや、とにかくね、まあ、いい年明けのスタートだと思いますんで、こっから止まらず、コントも作っておりますんで、あの、前回話したように。ぜひ劇場にね、遊びに来てください。そして YouTube も上げていきますし、4月8日には誕生日。誕生日もありますね。グランプリの日です。あ、そうですか。はい、その日にね、またなんか、またやります、多分プレゼント募集動画。いやしく、ちゃんと。ね、言い方違うよ。もうちょっと、事前に言ったじゃん。私、プレゼント動画欲しいから、こういうふうにもうちょっと下から言った方がいいよ。聞こえてんだよ。またそれはそれで撮りましょう。募集動画も。もし来たらね。ということで1月3日はこんな風に過ごしましたんで、よかったら追いかけてみてください、僕らのこと、ね、そして西田さんからも一言。はい、金が新年虎の日ということで、うん、みんなで頑張っていきましょう。よいしょ。